今日の、 あの私服のファッションポイントは何でしょうか。いや、そうですね、去年、試乗させてもらった時は、はい、ちょっとラフな格好すぎたんで今回はスーツにしようと思いました、はい、なるほど、はい、その自転車の、アクセサリーとかも、これは、はい、姉からプレゼントされたんで、はい、素敵ですね、はい、では初心者でも分かる村上選手の特徴やアピールポイントなどありますか。そうですね、僕は追い込み選手って、基本、人の後ろにしっかり追走するっていうのが、自分の戦法なので、はい、しっかり風を受けないところでしっかりコース取りして走るっていうのが特徴だと思います。なるほど、それでは競輪グランプリの見どころなどありますでしょうか。そうですね、年間通しての強い9人が集まるんで、はい、走ってる僕らも隙がないっていう感じもあるんですけど、やっぱり努力した9人なんでいいレースが迫力あるレースが見れると思うんで、はい、楽しみです、必勝の作戦とかありますか。そうですね、僕の前脇本くん強いんで、しっかりついていって、はい、最後にさせたら嬉しいです、はい、頑張ってください、はい、それでは、私から個人的に質問もいいですか、はい、村上選手ってお休みの日とかって何されてるんですか。そうですね、休みの日は、基本、よく寝たりしてるんですけど子供と遊んだりとか、はい、そういうのがちょこちょこありますね、はい、じゃあ1億円を手にすることができたら何に使いたいですか。そうですね、仲間と、はい、ちょっとバッと飲みたいなと思います。いいですね、はい、今年も、出場できることになったので、はい、しっかり悔いのないように練習して、全力で頑張ります。